While Carl was about to finally make it back home, Freddy was joining the Canadian troops stationed at Vimy. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. なんか登場人物増えた？ちょっと名前覚えられなかったけど、なんか話す意味があるのかな？え、これ撃っちゃっていいの？ロッキーン。あ、これは一発だけかな？走ってるな。おー、あ、危ない。あ、危ない。あ、危ない。ブレーキ、ブレーキ。危ない。ん？角度。え、うん、わかるんだけど、角度教えて。角度、どの角度で打ったらいいの？適当に打っていいの？うん。どこに当てりゃいいんだ？ 60。 うん、40。あ、旗を倒したな。ゼロ。うん、あ、聞く？いや、撃つしか言わない。角度を誰が教えてくれるの？誰か他の人に聞くのかな。あ、なるほど、これ見るんだ。15。え、これでも結構曖昧じゃない？真ん中に持ってきてこの角度ってこと？ 6？6と60ちょい。ああ、そういうこと。こっち側は、あ、収集物。うん、まあまあまあ、ちょっと見てみましょうか。6。こんぐらい？ああ、いった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 。で、いくつだっけ。65にはいかないぐらい。こんなもんだっけ。よ、当たった。あ、いけた。あれ、前に行けるようになったと。あー、わー、わー、あー、わー、よいしょ。わわわわ、飛行機が
行機が落ちてくる。あれ飛行機のジョージがどうとかって言ってなかったっけ。撃つ。ここはまたいけないやつか。下かじゃあ。よ。発射準備をおそらく整えないといけない。弾。あー、レバーがない。よっ。お。ピンチ。あ、これで動かすんだ。なるほど。で、これが動いたことにより、何ができるんだ？もう撃てんの？あ、撃てるっぽい。何を狙うか。え？うん、わかった。飛行機ね。飛行機どこ狙うの？え、レッツゴーって。どこ狙うの？え、適当撃っちゃっていいの？いや、そんなことないよね。何を、ああ、教えてくれるのね、どこ撃つか。あれ、教えてくれないの？ああ、もうちょっと下、上。で、上か。あ、ちょっと待って。右側はさ、あ、違うか。進むのが右側だとしたら左側に収集物がある？なかった。まあ左から来たんですよね。で、また進むって感じか。え、乗せてそれ乗せてくんないの？あー、まずい。それには乗せてくれないと。ってことは、それ、やられちゃうんじゃない？あ、危な。やっぱね。うわぁ。ダッシュ。あう。あ、こっからか。これを避けつつ、これを避けたら急ぐ。 OK、 急ぐ。おお、
え、これを押す？壁に行って、え、これどこまで大丈夫？あ、なるほど。で、え、あ、敵？収集物あるんじゃない？ないか。収集物ないね。じゃあと、よ。もう一個アイテムが見つかっておりません。まさかこれを戻れないのか。うんうんうん。じゃあ先にあるのか取り逃がしたかだ。あった、オッケー。バッテ立てる。For so many failures and sacrifices, the Canadians finally managed to take the hill back from the Germans. The United States' entry into the war grew more certain by the week. The last letter from Freddy's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight.Carl was within a few hundred yards of Emile's farm when the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. そうか、今ドイツ軍の服着てるんだよな。大丈夫かな。フレディ、お前がこの狂気に満ちた世界を知らずにいられたことが唯一の救いだ。この世界全部がおかしくなってしまった。弟までもが軍に志願したがるようになった。やめるよう説得しないとな。あいつはこの地獄のような光景を知らない。確かに今日はカナダの同胞たちと輝かしい勝利を飾った。しかしそれは本当にその代償に見合うだけの勝利だったのか。弟さんも巻き込まれていっちゃう感じですかね。で、カールなんだけど、服着替えらんないかな。そのまま行っちゃうと、あー、危ない気がするんですが、あー、毒ガスか。ちょ、大丈夫なんだけど、前が何も見えない。なんか覚えてるな、オルト。どうした？あ、なんかぶら下がってる。なんだあれ？カゴ。オルト乗せんのかな？上か、そのまま一応横行ってみるか。おろ。なんだこれは。これない。上下させるやつかな。引っ掛けるところがあるな。これは回せるのか。これを回すことにより、あ、カーゴ、あ、ウォルトを上に上げるのかな。よっ、乗って OK、 上げるよん。あ、おいで、おいで。はい、いいね。
っと待って、もしかして乗ってからだったかな。あ、違うか、大丈夫。上に上がったのか。ボルトに上げてもらう必要がありそうなんだけど、もう一回下げる？下げると、なるほどね、乗ってから上げてもらうのかな。ボルト頼むぜ。そうだね、でパリン、あ、換気、そっち側は換気できないね。とりあえず降りるか。お、ボルト用のあるんだけど、ボルト来れる？来れないか。連れてこないといけないかな。ボルトを、あ、じゃあもう一回箱かな。箱で乗って、あれ乗れない？あー、ちょっと高かった。オッケー、おいで、行こう。で、あ、そうだ、でもこれ縄橋を登れないじゃんね、ウォルト。ってことはだ、ウォルトを向こうに渡さないといけないのか。じゃあ乗ってもらって、開けて、でこっち来て、 OK でさ、降ろしてもこの階段を乗れないんだよね、ウォルトが。下から行って、いや、ちょっと待て、さっきと同じことになるけど、一回下ろして、さらにこっちには引けないよね。下ろして、登って、上上げてもらうでしょ。上上げてもらった後に換気した。で、ウォルト行けない。あ、でもウォルトに指示を出せるってことは、これ動かしてもらうのかな。することで、いや、でもこっちでつながるわけじゃない。あ、押せるんだ、なるほどね。で、ボルトに乗ってもらう、で運んであげると。 OK で、あ、取ってきてくれた、すごい。取ってきてくれる。進んで取りに行ったね。ありがとう。で、どうしよっか。これ投げるんだろうけど、あ、そっち投げて壊すのかな。
これで下のロケットに、ああオッケーオッケーオッケー、でこっちだ、通れた通れた。階段ちょっとまずは見ようか。マーリー、まずい。どうしよう、上からか。これなんだ、これもなんだ、これなんだ、回せる。ちょっと待って、廃棄をしないと全く見えない。廃棄してもほとんど見えない。何が動いたんだ、カゴがある。あ、カゴ持てるんだ、なるほどなるほど。これをじゃあ引っ掛けるのかな。引っ掛けられそうなやつがこっから降りてくるのかな。ボルトがここに座るんだよな。よっ、これ避ける。あー来た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 、オッケー。あれれれれ、あれれれれ、そっち行っちゃうね。上げてから、ん、ボルトにそっち行ってもらうことで何か進展がある？見えない。あー、ボルト、あれ、穴に見えないのか。これなんとかしないといけない。あ、そうか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 、石を拾った、レンガを拾ったからレンガで割るのか。ここ、こうだ、これで換気ができる。ああ、そういうことか、 OK。 これ、これなんだ、収集物か、 OK。 で行ってもらって、こっち側からこれ、それ何のレバー、おお、そういうことか。で、あ、収集物？急に。あー、何も見えない。何も見えないっす。これ上にはいけないんだよね。さらに。割れるってことかな。そっちに行くんだよね。いや、こっから割れそうなものないな。しか割れないよね。割ってあるってことは奥
北の、あ、そういうことか。戻してもらうんだ。そうすることで自分が上に行ける。ああ、こういうことか。でもう一回、まあまあまあ、自分でやれば OK。 あ、ちょ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 、これでこっちだ。あれ、ウォルトどこ行った？どっから回るんだこれ。あ、こっからか。え、え、ひ、ああ、あ、下に降りた。あ、ウォルト来た。よし、収集物も取っていく。破壊。どっちだ。え、ああ、その落ちるとか壊れるのギミックが予防かな。ああ、マスクかぶってるね。カール、カールが、え、マグイ、中央、マディ、